ということで、吉瀬明夫戦がお越しの皆さん、こんにちは、僕たち、ジャケットを着てです。よろしくお願いします。さて、順番にこちらから順番に自己紹介していきます。はい、天使の翼で映画をお届けします。バサこと翼です。よろしくお願いします。イエーイ。おっと、朝の空、元気いっぱい行きましょう、皆さん。行きますよ、僕がね、大きな声でぴょん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 って4回言いますから。それにね、負けないぐらいの大きな声で、ケイタぴょんって大きい声で呼んでください。行きますよ、せーの、ぴょん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 。ケイタぴょん。おー、ありがとうございます。ジャケットキスのピンクロック、キングアイドケイタぴょんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ジャケットキスの赤色担当、愛知県豊田市出身、にわちです。よろしくお願いします。さて、今週末は特別なことがあります。何ですか？3回ライブがあります。知らん。今週末にある特別なこと分かる人。今週末には夏の終わりの特別なこと。今日はあれでしょ、こうやって皆さんに出会えたこと。そういうんじゃない、そういうんじゃない。なるほど、そういうんじゃない。僕そんなよくできたアイドルじゃない。はい。今週末にある特別なこと、それは24時間テレビです。おお、なるほど。あの、今年はね、僕たち、はい、今年はチャリティーパーソナリティやってないんですけど、今年はって言うとなんか、語弊がありますね、ちょっとね。またやる機会があったらね、またやる機会がない。違う違う違う、見ていただきたい。あるもんね、かもしれんからね、はい、名古屋会。そうそうそう、そうだね、名古屋の。そうだよね、だから24時間テレビの話をしようかなと思って、あの、まあ、僕らもまたやる機会があれば、うん、そう、どういう企画を今度はやりたいかっていう。そこばっかりや。今度はどういう企画を、今度はっていう、一回やったみたいになった。今度は24時間テレビのパーソナリティやったらどんな企画をやりたいかっていうのをちょっと俺は二人に聞きたくて。ちなみに自分はあの100人の子供たちと巨大モザイクアート作りたい。ありがちな感じね。そう、モザイクアートを一生懸命24時間作って、鍋して、なるほど。で、あのマラソンからゴールするわけだけど、モザイクアートが完成しました。あ、頑張れみたいな。頑張った結果の24時間で終わらず終わらずっていう時もあるね。モザイクアート作りたいな、100人の子供たちを作りたいなと思って。なるほどね。そんな感じで24時間テレビでやりたい企画をちょっと ね、中京テレビ関係者が、日テレ関係者が いますか。いる、いますか。多分そっちに行っちゃってるんじゃないですか。そう、だからなんかやりたいことあったら言っておくといい。あ、はい、いいですか。いいですよ。あの、僕あのペットボトルをよく使うんですよ。あ、なのでキャップを使って、なんかその時のテーマの文字あるじゃないですか、絆。で、その文字を作るみたいな。あ、そうでしょ。キャップを、そうそう、置いて、どうでしょう。一人で、あ、みんなと、パーソナリティ。何人の子供たちで作りたいんですか。子供と、何人の子供たち。大人も僕は一緒に。ああ、だってみんなでね、みんなで作りましょうと。平和だね。僕はあの、なんかテレビの放送で出ていいような、あの、何、見た目の自信はないんで、あの、副音声とかどうですかね。副音声すんの。出る側じゃなくて、あの、紅白とかだと、はいはいはい、バナナマンさんが、あ、いつも裏で副音声やってるじゃないですか。ああいうのなんか、まあでも24時間だからどこで全体に問題もパーソナリティが出ない。出ない出ない。喋る方だけ、ね。あ、でもいいかもしれないね。いいアイデアが出たんで、またね、次やるときはそんな企画も持ってこうと思うので、24時間テレビ楽しみにしておくください。はい、僕らも見てます。見る側です。お願いします。さてさて、そんな来年の24時間テレビで歌うかもしれない曲を聴いてください。君を探す旅。